日本の家庭用軽量カップ軽量カップは調理の際に体積の軽量に用いられるメモリがついたカップであるメジャーカップとも言う調理のレシピにおいては軽量カップの容積がカップという単位として用いられる内側にメモリがついてあり内側を覗くことで分量を確認するものと透明の素材でできていて外側から分量を確認できるものがある プラスチックが一般に普及する前は金属などでできた前者のタイプが多かったが、現在ではプラスチック製の後者のタイプが多い。日本においては、香川綾によって考案され、軽量カップの容積は 200ml に統一されている。すなわち、1カップは 200ml である。また、米の軽量用に1食分に相当する 180ml の軽量カップもある。 アメリカ合衆国では1カップは0.5メートルパイントである。法律ではメートル法に基づいた240ミリリットルの軽量カップが定められている。オーストラリア、カナダ、ニュージーランドで用いられる軽量カップは250ミリリットルとなっている。ありがとうございます。